おめでとうございます。演じた数々の映画ドラマ、アンチ巨人だった私も手に汗握りながらアジアの前で耳を傾けていました。そして HBA ファンの取り棒を抜いた松井選手の大きなホームラン、お二人のあの活躍は今でもたくさんの日本人の目に焼き付いています。文句なしの国民栄誉賞、皆さんそう思いませんか？二人が登場するそうした瞬間にパッと空気が変わり、この会場もなんか明るいなった気がいたします。この明るさこそ私は私たちが今求めているものなんだと、こんなように思います。この10年間日本は景気が低迷し、暗い雰囲気がありました。この雰囲気を変えなければいけない、こんな思いも込めてお二人に国民栄誉賞を贈りました。今日は子供の日です。たくさんの子供たちが今日この地上にやってきてくれています。これからもお二人にはたくさんの子供たちに夢を与え続けてもらいたいと思います。そして私たちみんなが夢を持って、それに向かって一生懸命頑張っていくことこそが四本胸の矢になると私は信じています。これからもどうかお二人ともお元気で頑張っていただきたいと思います。お二人とも本当におめでとうございました。